やったことないからね。やったかでやったことないからね。大怪獣アウズンブラだって。でけえ怪獣出てくるって。トレーニングモードの内容が追加されることがあります。やったかやってないの繰り返し。そう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 。結晶を使って武器を作ることができます。ずっとそれだからね。作りたい武器を選んでください。ありがてーってやつだよ。たったけーってやつ。はい、じゃあ次どんどん作っていきましょうか。よし、生み出せるね。必中の弓作りました。さあこれで、うわーいっぱいできたね。後部のなんとか作れないですね。ブルトガング、これも作れないですね。風の結晶とかそういうのが全然足りなくなってきたね。今後吹雪の杖ね。さあほぼほぼもう素材不足になってきたって感じでしょうか。上の方の武器は一通りもう作れないという感じになってますね。やばいやばいやばい。作りてー、武器作らせてくれー。ゲームを進めると、風の結晶はまだポロポロ落とすやつ出てくるんだ。トレーニングモードの内容が追加されることがあります。だったら大丈夫そうだね。時々。じゃあ戦の支度しようか。フレイとフレイヤを切り替え、装備を変更することができます。マラソンは絶対するよ俺。しないとね。俺もっと爆発したい。俺もっと爆発したい。装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能。フレイヤは3つまで装備できます。頼むよ。爆発したいんだ俺は。爆発したい俺。でも次違うな。次は絶対ボスだから、絶対普通のボスだから、大怪獣だからさ。フレイとフレイヤを切り替え、装備普通にやっつけよう。装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能、ね、フレイヤは3つまで装備できます。命数負けんでいこう。武器を変更できます。防御いいの。あ、そう、防御上げるか。ゲームを進めると、ね、神の鎧を鍛えることで、また今度耐久力を高めることができます。トン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 、 トン、こんなもんでいいっしょ。350、え、これ強い。ゲームを進めると行こう。戦いの場へと降り立ちます。戦場を選んでください。大怪獣アウズンブラ行ってみましょうか。アウズンブラか。どんな敵だろうね。え、あの、ゾウさん？やっつけれんの？獣に乗ったゾウさんじゃん。アウズンブラ、ここで倒します。おい、おらおらおら、何々が見ておられる。相手はでけえ、慎重。おい、慎重だ。ほらほらほら、クソくれで突撃あるのみよ。おい、いいぞ。おい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 、どれほどの怪物だろうと絶対に倒せる。やるぞ。ほら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 、必中の弓強えだろ。ユラン平原に人間の軍勢が集結しています。負ける気がせんな。決戦の時が来たのです。ミズガルドの運命をかけた決戦の時。上の人かてえな。アウズンブラを決戦の地に。イルルカにいたって言ったけど、マンモデウスじゃない。ここで倒すのです。上に乗った巨人をやった。どうだ、巨者を倒したぞ。巨者を倒しました。次はどうすれば。どうする。アウズンブラの心臓は最も狙われにくい場所に。最も狙われにくいってケツ。すなわちそびえ立つアウズンブラの上。え、背中です。背中。アウズンブラを倒すにはどうすれば。イズ、知恵を授けて。背中にどうやっていくの。アウズンブラを倒すためにはまず御者を倒さねばなりません。倒した倒した、もう倒した。アウズンブラに乗った巨人を倒すのです。もう何聞いてたの。御者が守っていた場所こそがアウズンブラの急所。倒したからね。背中を狙いなさい。アウズンブラの背中なんて。あ、まずは足を狙って打ち倒すのです。転倒させれば背中を狙うこともできるでしょう。つまり芸術は爆発。アジキ止め。アウズンブラ倒さねばなりません。どうだ、全然引き…うわー。
足を狙うのです。結構しんどいよそれ。アウズンブラを転倒させなさい。アウズンブラの巨者、あの巨人がアウズンブラの巨者を守っているの。結構やばいぞこれ、飛び方やべえぞこれ。まず魚者を倒しなさい。おめえはアホなのかと。神様、あの神様嫌い。弓を引け。これでも食え。手が震えてるぞ。うわあ、誰も知らせねえ。雲は鹿とイノシシだがよ、今日の獲物はでかい。どうしよう。その人でもない限り、この距離では無理だ。は？あいつはまだ1残ってる。体で会おう。体力1残るま。戦の準備はいいな。は？100聞いてねえあれ。切り上がった。準備はいいな。おー、神々に恥じない戦いをしよう。おい、おさっとすんな。で、聞いてねえよ、わし。音はすげえけど、100聞いた。これダメだよ。味方みんな死んだもん。味方みんな死んだもん、これ。味方みんな死んじゃったもん、これ。矢を繋えろ。もう少しで敵の周りに入る。放て。矢がねえや。魔力ねえわ。ダメージは背中だけですね。これ落ちるか一回。きついわ。急所は頭だ。頭を狙えよ。あるな。止まれ。もう戦うしかねえ。頭おかしいだろこいつ。これどうしようか。みんな死んだんじゃねえの。矢の届く距離だ。そんな問題じゃない気もするんだけどなこれ。当たる。これどうしようかな。どうしようかなこれ。これはやばい。やばい。兄に弓を持たせる。武器を変更。お兄様で。フレイとフレイヤを切り替える。槍と装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能。フレイヤは3つまで装備できます。火炎の弓来た。もっと速射の方がいいのかな。ピュン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 っていこうか。むずいな。装射いいのないね。やっぱ火炎でいいか。80しかでも威力ないのかな。獣体験は大したことないんじゃねえの。威力高いだけだよ基本的に。この辺はハンマーはね近距離すぎるから多分使えねえんだよ。行こう。武器を変更できます。結局背中の巨人は飾りだったの。操作方法のコツをこれはトレーニング。鎧も絶対鎧鍛えといた方がいい。これも耐久力を上昇させます。多層にしとかないと。これでいける。戦自宅をするで。そう、行ってきます。最終的に槍一択になる。だって槍使っててもさ、ぶっちゃけめちゃめちゃ強いもん。みんな見ててわかるでしょ。で、あの距離から出される、ズバ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 、そうそう、60メーター届くんだよ。獣に乗った巨人が来るぞ。は？俺が、ここで撃ち落とす。行くぞ。計算通り。キュールが見ているぞ。勇士の相手はでけえ。慎重に逃げよう。慎重だと？そっくらで。これ、結構時間かかる。あー、どれほどの怪物だろうと絶対に倒せる。弓やりにいいんじゃない。やるぞ。上を見なくていいもん。
なくていい。油断せず足をひたすら突こう。人間の軍勢が集結しています。足を突き続け、絶対足つくまんだろ俺。絶対足つくまん。ユルガルの運命をかけた決戦の時だ。よし。アウズンブラを決戦の地に行かせてはなりません。ゼロでもいいんだよ。ここで倒すのです。絶対足つくまんだ俺。どうする？来た。倒せ。イズン、道を示せ。アウズンブラを倒すためには。まず魚車を倒さねばなりません。魚車倒す必要なかったら今。アウズンブラに乗った巨人を倒すのです。早く行こう早く行こう。お前バカか。巨人普通に遊びいるんだけど。頭を狙えよ。アウズン、決戦の前に。よし。奴だけは倒しておかねば。ほら。おい。アウズンブラの魚車。あの巨人がアウズンブラの急所を守っているのです。本当かよ。まず魚車を倒しなさい。いいぞ。普通に効いている。当たるぞこの距離で。よし。やばいやばいやばい。よっしゃ。結構ね戦い方分かってしまえばこんなやつ大したことないようですね。うわあ。何が大したことないじゃん。まだ離れすげえ吹っ飛ぶんだけど。ほら引きまくれ引きまくれ引きまくれ。よし。なんやー。頭は兵士たちに任せて俺はひたすらやりつくまんなる。やりつくまん。やりついたぞ。逆側あっちだあっちだあっち。よし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 。絶対やりつくまん。よし。おいおい。早くしね早くしね早くしね。よし。おいおい。おらおら。早くしね早くしね早くしね。この体力多かったけ。よし。あと巨人の弱点だけ。業者を倒した。次はどうする？すごいな、結構。アウズンブラの心臓は最も狙われにくい場所にあります。これやばいやばい。あ、こけた逆側。早いな、こけんの。そびえ立つアウズンブラの上。よし。背中です。妹が心配なんだよ。よっしゃ。さあ、あとは隙間くって終わろう。業者が守っていた場所こそがアウズンブラの急所。やっぱね、距離がある武器だったら簡単に勝てるね。アウズンブラ、てか槍が強すぎるね。まずは、よし。足を狙ってひたすら、ね、毎日してる動作を繰り返すだけだ。背中を狙うこともできるでしょう。おら、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 槍最強だよ、ほんと。今な。ダメ？アウズンブラの急所は背中にあります。うん。急所を狙うのです。槍本末杖強いでしょこれ。神の攻撃を急所に受ければ無事では済むまい。神の攻撃人間の攻撃はどうなんでしょうか。神は飾り当たり前でしょう。足を狙うのです。アウズンブラを転倒させなさい。それって範囲やばいって。おかしいでしょ。人間死ぬってこれ。人間もおしっこちびっちゃうよこれ。よし。さあ、引っ掛け。弓を構えろ。よし。さあ、至るここすべて。足早く。よしよし、間に合った。アイテム回収しつつ。アウズンブラが倒れました。今がチャンス。背中の急所を狙いなさい。おいおいおい。よし。さああとはこの攻撃がどこまで通用するか。アウズンブラまだか。苦しんでいます。苦しんでます。最後まで頑張ってください。よし。聞いてんのか。俺も気になるよそれ。本当に聞いてんのか。そう、止めろよ。たまたまと思ったね。狙いを定めろ。さあ逆側の足も壊れていく。あ
られすぎたぜ。あーかゆ、盾持ってねー。盾やろうとしたけど盾なかった俺の武器。あかよし、回復アイテム取りに行った。いや、ちっちゃい回復しかねえな。ちょっと回復してマシだったろ。耐えられる耐えられる。これみんなもう死ぬだろ。よし頑張れよ。敵は遠い。よし近づくぞ。撃てー。おっと大丈夫大丈夫。まだ届かねえ。慌てんなよ。早くこけろ早くこけろ。戦いに備えろ。敵が来るぞ。まだかまだか。よしこれだ。よし弱点丸見えだね。でこういう時にね、大きい剣とかがあったらよかったなって。おっ行ったか。なんか出てきた。ちょ待って、聞いてない聞いてない聞いてない。真珠銀沼画角の波をと帰る。わしほしさあクリア完了です。危ねえ危ねえ。なんか出てきてやべえなと思ったけど、そんなことはなかったぜっていう。中に虫飼ってたんだね。気持ち悪い。はい、さあようやく24攻略です。セーブする場所を選んで、ね、俺の経験で言えば地球防衛軍的経験でいけば、まあ60ぐらいまであるかなと思ってますので、ようやくまあ半分か3分の1まではいったかなっていうね、俺の推測ですね。これはあの武器の数的に考えて、威力的に考えてね、操作方法のコツを、まあ、でも、まあ、十分ね、あのペース的には悪くないんじゃないでしょうか。時々確認するように、ね。